GV FM Bay FM 78With Takumi Saito. Saito Takumi です。今夜もタクミズムスタートしました。ベイエリアに斉藤主義タクミズムを浸透させていきます。今夜はロケ先からひっそりこっそりとこのタクミズムを撮っております。現在映画愛の眼差しをが公開中です。まあ本当に賛否両論あって面白いですね。こういう感覚をぜひ劇場で味わっていただきたい一作です。そしてネットフリックスで配信予定の檜山健太郎の妊娠、男性がもし妊娠したらというちょっと変わった世界線のドラマですが、とてもこう女性の、まあ、出産育児とその社会との関わりみたいなことだったり、本当にたくさんのこう問題提起をしてくれる、かつコメディです。見やすいです。ぜひですね、来年全世界独占配信予定です。先日イベントで東京オリンピック銅メダリストの元体操選手村上茉愛さんとイベントでお会いしましたが、本当に堂々とされていまして、なんか魂年齢で言ったら確実に先輩だなという、はい、でもねこう写真撮らせてもらったりすると非常にこう年頃の女の子らしさもあって素敵な方でした。はい、そして今夜はこの方から声が届いてます。こんばんは、ジェネレーションズフロムエグザイルトライブの片寄亮太です。ベイ FM ということで、千葉の思い出はデビュー前に東京ディズニーランドにジェネレーションズメンバーで遊びに行ったことです。あれ以来、僕行けてないんですよね、東京ディズニーランド。なんかあの時はまだ10代だったのに、もう20代になってもうほぼ10年ぐらい経ちそうです。また東京ディズニーランド行きたいなと思っています。片寄さん、ありがとうございます。そんな片寄さん、実は私がかつてもう10年前ですねに歌った桜色という曲をカバーされました。今日はその経緯や心境などを語っていただきたいと思います。そして片寄亮太さんとコラボした桜色特別写真展も開催されます。私が撮った片寄さんと、そこにですねグリーンフラワーアーティストの尾藤優子さんにご協力いただき、八重桜、まあ、震災から10年経ちますね、まあ、桜色という楽曲自体がとても僕は震災があって生まれた曲だという自覚があるんですが、まあ、たまたまというか偶然というかね、この10年目の節目で片寄さんがこう桜色をカバーされて、どんな写真になっているんでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。写真展は26日金曜日から、場所は宮城県東方シネマズ仙台、福島県ポレポレシネマズいわき小名浜にて開催されます。お近くの方はぜひご覧になってみてください。さあ、それではまずこの曲からスタートしましょう。 Generations from Exile Tribe でスーパーシャイン。お送りしているのは Generations from Exile Tribe でスーパーシャイン。 Generations の皆さんの活躍はすごいですね。おじさんもすごい眩しいと思ってます。それぞれのね個性が本当に魅力的なグループですよね。はい、斉藤匠のタクミズム、今夜は Generations from Exile Tribe の片寄亮太さんのコメントとともにお送りいたします。私さんはね、まあ、品があってかつこうワイルドさもあって、今ちょうどセンスマガジンね表紙だったりグラビアをされてますけど、ちょっとそのね今までのこう王子様のオーラプラスちょっとワイルドな、実際は本当に丁寧な方で、その物腰だったり物の見方接し方勉強させていただいております。
斉藤匠さんとはハイアンドローっていう作品の打ち上げとかでもしかしたらご挨拶させていただいているかな。でももしかしたらなら国際映画祭が一番最初だったのかな。どうだったんだろうな。ちょっとどこが初対面だったかっていうのちょっと覚えてないんですけれども、僕はハイアンドローという作品には出ていないので、直接的にお芝居でご一緒させていただいたのは映画糸が最初になりました。奈良国際映画祭はその前でですね、河瀬直美監督のご縁でお誘いいただいて、そこでお会いしてなんかいろいろゆっくりお話しさせていただきながら参加させていただいたのがすごく印象的でした。で、この後お話しさせていただく作詞家の小竹正人さんの楽曲のこともそうなんですけれども、その小竹さんからもなんか匠さんと亮太はちょっと似てるような部分があるんじゃないかみたいなことをおっしゃっていただいてですね、すごくああそうなのかなとドキドキしながらお伺いしたのが奈良国際映画祭の時の僕の思い出ですね。はい。そして映画糸ではですね、斉藤さんの部下という役どころでですね、少しだったんですけれども出させていただいて、本当に貴重な経験をさせていただきました。撮影裏でもねたくさん声をかけていただいてお話ししていただけたのがすごく印象的でした。本当に斉藤さんからいただいた言葉の中で、片吉さんはすごく唯一無二な人でなかなかこんな方いないんですよみたいなことを言っていただいて、いやいやいやと思いながらとてもとてもその言葉が心に残って、その言葉を勇気に頑張ってきたなと思います。本当にここで感謝をお伝えしたいぐらいです。ありがとうございます。はい。そう、小竹さんという、ね、名前が出てきましたが、そう、小竹正人さん、そうなんですよ。小竹さんにこの桜色を作詞していただいたんですが、もう映画の、ね、原作も書かれている、とってもエグザイルさんにとってもそうだし、多くの、楽曲歌詞の世界では小竹さんの世界というものがね、皆さんの心にもね、残る作品たくさん生み出している方だと思います。で、桜色がですね、小竹さんとのご縁もあるんですけど、そこにはやっぱり10年前の震災があって、その時に何も自分にはできない、現場も止まって自宅で待機している中、ミュージシャン、行動の速さ、そして現地へ届く音楽というものに僕はとっても憧れました。いろんな思いがあって音楽活動をすることに10年前、踏ん切ったというのが、震災なんですね。現地に届く可能性を考えて音楽という桜色の原点です。小竹ワールドというか、絶妙な心と心の距離みたいなものをセンサーに描いてくださって、なんでわかるんだろうという第一印象でした。そして片寄さんにも同じ質問をしてみました。作詞家の小竹正人さんが書かれた桜色の歌詞なんですけれども、とってもなんかノスタルジックな気持ちになるような一曲でですね、誰しもあるなんかこの青さというか、青さがその桜色という言葉のこう、頬が赤らむ感じとか、そういったものを彷彿させるような一曲でですね、どんな方にもいる忘れられない人とか、大切だと思ったこととか、そういったものをなんか探していたよね、あの頃っていう、ちょっと懐かしむような歌詞かなと思います。今回のカバー曲は、詩の世界観を映像化した昨日より赤く明日より青く、シネマファイターズプロジェクトから生まれた一曲。こちらはジェネレーションズのメンバーが出演したショートフィルム6本を集めた映像作品となっています。そして片瀬さんが担当したコヨーテという作品の主題歌にこの桜色が選ばれたということなんですが、詳しくはこの曲の後でご紹介したいと思います。それではもう一曲お届けしたいと思います。11月26日映像の公開と同時にリリースされるアルバムから、ジェネレーションズ from Exile Tribe で昨日より赤く明日より青く。
斉藤匠の匠ズム、今夜は片寄涼太さんのコメントと一緒にお送りしています。さて、エグザイルヒロさん、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア代表の別所哲也さん、そして作詞家の小竹雅人さんの3人によるプロジェクト、シネマファイターズプロジェクト、その中で今回片寄さんが出演したショートフィルムコヨーテの主題歌として小竹さんから桜色を提案されたとのこと、片寄さんはね、私が歌うこの曲を初めて聴いた時どんな感じだったんでしょうか。恐れ多いですが聴いてみたいと思います。いやー、素直な男らしい歌声だなと僕は感じました。なんだろう、俳優さんらしい声でもありますし、その深みがなんか表現するこの楽曲っていうのはすごく僕は胸を打たれるものがあって、とても素敵だなというふうに感じたのが印象的でした。結構ギターポップスな雰囲気の、アレンジでですね、とても聴きやすくって、斉藤さんの声がとても際立っていたなというふうに感じています。もうまさに桜色がパッと広がるような印象だったなと思います。ありがとうございます。2012年、ほぼ10年前の曲ですね。で、僕はこの曲をきっかけに、ミュージックビデオだったら自分で撮ったらいいんじゃないかということで、桜色というショートフィルムを撮らせていただいて、監督になっていくと。これは私としてもやっぱり特別な楽曲ですよね。震災があって音楽活動を決意し、それによって生まれたこの桜色という楽曲、今回片寄さんがこう震災10年目の今年カバーをしてくださったっていうこと、そして僕も監督として、もうちょっと数えきれないぐらい作品を、ショートフィルムやミュージックビデオ含めて、始まりはもうここにあったという楽曲が桜色、そして時を経て片寄さんに歌ってもらいました桜色、聴いてみました。僕がカバーした桜色なんですけれども、こちらはですね、また斉藤さんが歌われたオリジナルの桜色とはちょっと一味違うアレンジに仕上がっています。結構がっつりジャージーな感じに仕上げておりましてですね、まさにこうライブハウス、ブルーノートのようなライブハウスでですね、僕がこう椅子に座ってこう生バンドでですねジャズを披露する、そんな雰囲気のアレンジに仕上げていただきました。僕自身もともとなんかピアノとかそういうジャズみたいなものがすごく好きでして、なので今回はそういったちょっとラウンジな雰囲気で表現させていただきました。また全然斉藤さんの雰囲気とは違う、でもなんかその中にまたその先ほどの青さであったりとか、若さみたいなものを、そういったものも感じていただけるような楽曲に仕上がったんじゃないかなと思います。ぜひそんなところにも注目して聴いてください。はい、ジャージーで大人の雰囲気、お酒を飲みながら聴きたいようなね、片寄さんバージョン、ピアノでしっとりというかね、本当にビターっていうね、コヨーテという作品自体が非常にビターな作品なので、とっても合ってますよね。かつての私の楽曲ということもありますけど、本当になんかお兄さんというか大人の片寄さん、僕より、かつての僕より年下だと思うんですけど、非常にこの桜色という楽曲のお兄ちゃんという感じですね。はい、それではお待たせしました。じっくりと聴いていただきましょう。アルバム昨日より赤く明日より青くから、ジェネレーションズ・フロム・エグザイル・トライブの片寄涼太さんで桜色。斉藤匠の匠ズム、今夜は片寄涼太さんからコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。こうやってね、なかなかこう直接お会いできない、時代がねちょっと続きますが、こうやって一つの楽曲を間に、コメントではありますが、こう番組を一緒に作ってくださってるというね、可能性も感じた
今回の放送になりました。そして最後に質問があるそうです。斉藤匠さんに質問です。とにかくお忙しそうですが、もう本当にテレビなどで拝見しない日はないぐらいお忙しそうですが、息抜きなどはどういう風にされてるんでしょうか。なんかすごいくだらない質問ですけど、なんかおすすめのマッサージとか整骨院とかそういうのあるんですか。こちらのセリフですよ。こちらが聞きたいですよ。まあ、おすすめの体の、まあ、おじさんですからね。ちょっと来週答えたいと思います。おじさんだから長くなるんで話が。なので片瀬さんにはね、来週もご登場いただきたいと思います。今週はここまで。斉藤匠のタクミズム、来週も土曜夜11時30分から。じゃあバーイ。